目は、アズロングアザーユー、生きている限りと。
私は1970年代、80年代ぐらいに活躍しましたブライアン・バーンズというオートハープなんですが、彼が大好きで、特に彼の、弾きますとブラックベリー・ブルースカムというオートハープの演出があるんですが、それを弾きたくて、いまだにオートハープを弾くという感じですね。やらしいんですけど、オートハープの演出でブラックベリー・ブルースカムをやってみたいと思います。
顔が見えるんで一緒に緊張しますですね。やっと最後のところまで、それでは、最後の曲はスパリンコと多分詳しい、ブルースカイボードが1930年代以外にやってたんでもっと古い曲だと思うんですが、2本目で、希望のささやきを皆さん多分このメロディーを見せてウスパリングを歌いにしたWe